すっぽん竹とは、すっぽん竹かすっぽん竹族の食用キノコ。学名は、ファルス・インペアデカス。英語名は、スティンク・ホーン。悪臭が、駿河食用が可能で、中華料理にも使用される。陽金初夏から秋にかけて、リンチなどで発生。形は陰形に似ている。学名もこれにちなむ。和名は、傘の形が、すっぽんの頭部に似ることから。 英語名スティンカホーンはスティンクホーンでこのキノコ類の柄の形に由来する。キノコ本体はごく柔らかい。洋菌は卵のような形状で内部には半透明のゼリー状の物質に包まれた柄と暗緑色の傘がある。この時点では悪臭はしない。しかし成熟すると柄と傘が展開し、傘の表面に 悪臭のする粘液質のものが一面に現れ、悪臭がするようになる。これは、クレバで形成された胞子を含むもので、その悪臭は、ハエなどを誘引し、胞子を運ばせるためである。キノコ本体は1日でとろけるように消滅する。色については、容器も含め白だが、傘はクレバの色で、暗緑色に見える。なお、高級食材として、 有名な木の笠竹はこれに、レース状の飾りがついただけ、と言っていいものである。グレバを取り除いた柄の部分や、洋金は食用である。油で揚げると魚のような味になる。ドイツのいくつかの地域やフランスで食用とされ、中華料理にも利用される。その形が勃起した円形に非常に似ていることで、古くから注目された。ファルスインペアデカスは、ファルス。 イムプデカス、恥知らうで、恥知らずなダンコーンという意味である。根元には膨らんだ壺があり、これは異能に似ているとも言える。イギリスのビクトリア時代など性に関する規範が厳格だった時期には、このキノコの図は、それを見る人にショックを与えないように、上下逆さまに描かれることがよくあった。港区間靴が描いたスッポンタケの絵が残されているが、実際にはない欠陥状の筋や毛が、 描き加えられており、わざと男性器に似せて描いたように見える。ありがとうございます。